浜海岸には赤ウミガメ、青ウミガメ約1400頭、種子島全体で約2700頭が上陸。平成20年頃からその数は急激に増えているのです。中種町ウミガメ保護監視員のメンバーはこの時期毎日広い海岸線をパトロール、上陸頭数の調査、産卵場所、孵化の状況把握などを行います。夏休みの観察会や交流会には子どもたちが多数参加、ウミガメと自然との関わりなどを学びます。交流会には全国各地から参加、平成24年、25年には東日本大震災の被災地岩手県大槌町からも参加していただきました。孵化したばかりの赤ウミガメの赤ちゃん、大きさ 7.5 センチ、重さ 70グラム。 青ウミガメの赤ちゃんは濃いブルーの甲羅が特徴、大きさ 8.5 センチ、重さ 85グラム。生まれたばかりの小さな命、しかし成体になって生き残るのはわずかと言われています。地球温暖化、海水温の上昇からか、近年種子島に上陸してくるウミガメは増えています。一方、地形を知らずに谷に落ち込み身動きが取れなくなったウミガメもいます。保護員がロープをかけて誘導・救出することも。梅雨が明けた7月、産卵から約60日、いよいよ孵化が始まりました。孵化した子ガメは夜になると一斉に砂をかき分けて次から次へと地表に出てきます。子ガメたちは大急ぎでかすかに光る波打ち際を目指します。ある日の早朝、孵化したばかりの一匹の子ガメに出会いました。小さな子ガメは朝露に濡れた草に足を取られ思うように進めません。子ガメの孵化は深夜が多いのですが、この子ガメはどうしたことでしょうか。よいしょ、よいしょ。草が絡まってなかなか進めません。出ました。漂着ゴミを抜け出てもう少し、もう少し。また一難、またしても漂着ゴミが行く手を阻みます。頑張れ、頑張れ。
体で足をパタ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 、海までもう少し走れ走れ、よいしょよいしょ。いつの日か感動の再会をしたいものですね。